皆さん認識を間違えてるなとずっと思って聞いてたんですけど、あの好感度下がってはいないと思うんですよね。もともと誰も好意を持ってなかったって話だと思うんですよ。その若林さんとか吉村さんがそのお世話になりました優しいみたいなこと言うんですけど、はい、その本当に昔から知ってる人がこういういいところあったんだよみたいな、うん、いい人エピソード全く出さないじゃないですか。確かに、はい、だからその世間体的にお世話になったんで優しいですよってとりあえず口先だけで言ってて、じゃあどんな優しい人か実はこんな人なんだよっていうエピソードが一個も出てこないんですよ。そうバレた。結局実は周りからは好かれてなかったっていうことが現実だと思うんですよね。で好感度が下がったわけではなく前から好かれてなかったっていうのが数字で見えるようになったっていうだけだと思うんですよ。なるほどね。